高齢化が急速に進み患者数が増え続けている認知症。2025年には700万人を超え、65歳以上の高齢者のうちなんと5人に1人が認知症になるという推計もあります。認知症の最も多い原因であるアルツハイマー病、認知症発症の20年以上も前から脳に異変が起きています。脳の記憶を司る海馬の神経細胞が死んでいき萎縮し始めるのです。その結果認知機能が低下、アルツハイマー病に至ります。この海馬の萎縮を抑制し認知症予防につながる運動プログラムがあります。今回ご紹介するコグニサイズです。国立長寿医療研究センターの島田先生にコグニサイズを教えていただきます。島田先生は運動を中心とした認知症予防を専門に研究されています。多くの科学的な検証によって運動により認知機能が改善することが明らかとされているんです。運動しながら脳を使う、この2つを同時に行うことで脳のトレーニングになるんです。これが脳の萎縮を防ぐと考えられています。大事なのは体と脳を一緒に使うことです。認知症は発症の20年も前から脳に異変が起きていましたね。ということは元気なうちからコグニサイズで脳の認知機能が落ちないようにすることがとても大事なんです。1、2、3、4、5、6、7、8、まず家の中でできる3つのコグニサイズ、万歳ステップ、50音ステップ、ダダーステップをご紹介します。そして運動する時間が取れない方には通勤、買い物、掃除など普段の生活の中で簡単にできるコグニライフをご紹介します。最近昔より物覚えが悪くなったと感じている澤田さん、初めてコグニサイズに挑戦します。国立長寿医療研究センターの島田先生に教えていただきます。早速始めましょう。1、まずは家の中でできるコグニサイズです。一つ目は万歳ステップ。ではまずステップから覚えていきましょう、はい、右足を横に広げます。そうですね、この時グッと踏み込めると足に、非常にいい運動になると思います、はい、で2で戻ります。3は左足を広げます。4で戻ります。5、6、7、8、9、10と。ステップの速さは慣れるまではご自分のペースでやって、無理に焦らず行わなくても結構です。この運動に脳のトレーニングを組み込んで記憶能力を高めます。まずは3の倍数、3の時に右手を上げていただきます。で今度は6ですけれども、6の時には左手、そして9の時には両手を上げていただきます、はい、で、やりながらですね、数は数えながらやっていただきたいんですが、この手を上げる時には数を数えないでやってみましょう、はい、よろしいですか、はい、では右足から参りますね。せーの、1、2、4、5、6、7、8、10、11、13、14、16、17、
いやーすごいですね。どうですか？難しいです。難しいですか？はい、時々ですね、はい、ちょっと間違えてしまうこともあると思うんですけれども、はい、そういう時がすごく脳が活性化されておりますので、はい、運動はそのままやり続けていただければと思います。はい、これはデュアルタスクといって頭と体を同時に使う運動です。頭を使うと体の動きが混乱します。運動しながら脳を使う、この2つを同時に行うことで脳のトレーニングになるんです。これが脳の萎縮を防ぐと考えられています。ではもう一度最初からやってみましょう。1、2、4、5、7、8、10、11、13、14、16、17、19、20。運動量の目安は1回5分から10分、1日3回を週に3日以上行ってください。自分のペースで徐々に運動時間を増やしていってください。認知症予防運動プログラムコグニサイズを行った人たちと行っていない人たちを比べてみると、コグニサイズを1年間行った人たちは記憶力を向上できました。より難しい課題にしていくと体にも脳にもより負荷がかかり効果的です。2つ目は少し難易度を上げた50音ステップです。では次のステップを覚えていきましょう。はい、今度は少し複雑になりますよ。はい、まずは右足で一歩前に出ていただきます。1、はい、で2はですね左足をグッと蹴るように、で3で戻します。はい、で4で戻す。で今度は左足から5、6、7、8と、はい、で8の時はですね少し足を広げて立ってください。はい、で今度は右足をですね少し体重を左にかけていただいて、1、2、3、4と膝を曲げます。この時にですねももが出てしまうとあまりいい運動になりませんので、ももは前に出さないで膝だけ曲げていただく。そうです、すごいいいですね。で今度は左足5、6、7、8という運動を繰り返してみましょう。はいはい、では続けてやってみますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8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 。このステップを少し息が上がる程度のペースで行うことがポイントです。心拍数を上げて有酸素運動を行うことが大切です。それでは記憶能力を高めるように脳を使ってみましょう。50音ありますね。はい、あいうえおかきくけこ、これを3つに区切りながら言っていただきます。ちょっとやってみますので、はい、あいうえおかというようにステップをしながら3つずついきますよ。はい、ではやってみましょうか。はい、せーの、あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬね。いいですね。でもなんか難しい。まあできるところからやっていただければ大丈夫ですので、はい、やれる範囲でやってみましょう。はい、運動量の目安は1回5分から10分、1日3回を
週に3日以上行ってください。自分のペースで徐々に運動時間を増やしていってください。3つ目は家の中でできるラダーステップです。1、2、3、4、5、6。使うのはこのはしごのようなマス目。ご家庭では床のマス目を使ったり印をつけて行ってください。はい、では今度はこのはしごを使った運動になります。1マス4歩でですね、歩いていっていただきます。その時にももは少し大きく上げてですね、歩くようにしてください。はい、ではどうぞやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8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 。このステップを少し息が上がる程度のペースで行うことがポイントです。心拍数を上げて有酸素運動を行うことが大切です。それでは記憶能力を高めるように脳を使ってみましょう。まずお好きな数字を一つずつ選んでください。2と5にします。はい、2と5。この時には、はい、足をですね、この枠の外にその数字を踏むようにステップをしてみましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。今度はさらに難しくなります。はい、このステップを踏んでいただくんですが、はい、3の倍数3、6の時には言葉を喋らずにですね、数を数えずにその代わり手を叩く。はい、これを組み合わせてやってみましょう。はい、1、2、4、5、7、8。1、2、4、5、7、8。1、2。運動量の目安は1回5分から10分、1日3回を週に3日以上行ってください。自分のペースで徐々に運動時間を増やしていってください。さあ、ここまで認知症の予防改善に向けたコグニサイズを紹介してきました。大事なのは体と脳を一緒に使うことです。認知症は発症の20年も前から脳に異変が起きていましたね。ということは元気なうちからコグニサイズで脳の認知機能が落ちないようにすることがとても大事なんです。運動する時間がなかなか取れない、そう思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は生活の中でも無理なくできる認知症の予防運動プログラム、コグニライフをご紹介します。まずは通勤の時にできるコグニライフです。運動はいつでもどこでもできるウォーキングです。ウォーキングはしっかりと行えば効果の高い有酸素運動なんです。でも歩くときいつも猫背で下を見ながら歩いていませんか。そこでちょい足しウォーキング。ウォーキングの時に猫背で歩くと歩幅が狭くなってしまいますし、呼吸も浅くなります。ですので正しい姿勢で歩いていただくことが非常に大事です。まず、猫背を直して背筋をピンと張っていただいて、膝はシャキンと伸ばしますね。で、顎は少し引くような感じで、そうですね。では歩いてみましょう。はい、どうぞ。視線をもう少し先の方に向けていただくと、はい、より姿勢が良くなると思います。はい、そうですね。
このフォームで少し息が上がる程度のペースで歩きます。心拍数を上げて有酸素運動を行うことが大切です。それでは記憶能力を高めるように脳を使ってみましょう。今回は外を歩くとたくさん目に留まるものを利用します。それはそう車のナンバーです。ウォーキングをしているとき車のナンバーを記憶します。そのナンバーをすべて足してください。1141だから7。これはデュアルタスクといって頭と体を同時に使う運動です。頭を使うと体の動きが混乱します。運動しながら脳を使う、この2つを同時に行うことで脳のトレーニングになるんです。これが脳の萎縮を防ぐと考えられています。まず4桁を覚えます。8432、8と4、12、3で15、17。ウォーキングは正しい姿勢で息が弾む程度のペースで歩くと効果的です。今回は買い物の時にできるコグニライフです。まず運動としては買い物に行く時にはできる範囲で歩いてお店まで行きましょう。運動効果を高めるためにちょい足しウォーキングをしていただきます。まず普段通りの歩幅で一歩足を前に出してください。はい。でちょい足しウォーキングはここから5センチ前に足を出していただきます、はい、そうですね、そのぐらいですね。歩幅を広げるためには、はい、足を前に出すのではなくて、はい、後ろの足を大きく蹴るような感じ、このような感じで、そう、歩いてみましょう。いいですよ。歩いていただくといいと思います。歩幅と一緒に背筋を伸ばした姿勢を意識しましょう。そうですね、いいですね。それでは記憶能力を高めるように脳を使ってみましょう。買い物は一筆書きショッピングで行います。各食材を同じ通路を通らないように一筆書きの要領で買っていきます。今日の夕食のメニューはカレーライス。買うものはじゃがいも、人参、玉ねぎ、肉、カレールー、福神漬け。この食材を記憶して買い物をします。カレーの材料だから、まずは野菜コーナー。目についたのは人参、玉ねぎよりもじゃがいもが手前なのでじゃがいもを先に買います。で、そして玉ねぎを買って、その隣に肉のコーナーがあるのでここで肉。今日は奮発して牛肉ですね。それとあとは残るはカレールーと福神漬け。カレールーの方が近いですが一筆書きということで漬物コーナーに。はい、これ買って、あとはあ、こっち戻っちゃうと一筆書きにならないのでこっち行きます。福神漬けを買いますが戻れないので商品棚を一周します。そして最後はカレールー。カレー粉です。カレー粉を買って、そのままレジに行きます。一筆書きショッピング成功です。これは食事の材料を常に覚えておくことと、どの道順で買っていくかということを考えながら買い物をする、これが脳の活性化につながります。
家の中で日常的に行うことを取り入れたコグニライフです。日常生活の中で自然と体を鍛えられる活動があるんです。それは掃除。まずは部屋の片付け。澤田さん、はい、掃除もやり方一つですごくいい運動になるんですよ、はい、今のやり方ですと腰を曲げてましたね、はい、そうすると腰痛の原因になりますので、これはあまり良くないですね、はい、このように物を拾うときには膝を曲げていただいて、しゃがんで物を取って、そしてこのまま立っていただくと、これだけでもかなりいい運動になります、はい、家の掃除に欠かせないのが掃除機。今このように少し腰が曲がって小さくこのように掃除機かけていただきましたが、胸を張っていただいて足を少し大きく踏み込んで膝を曲げながらですね、そうですね、そのような感じで掃除かけしていただきますと、すごく足に負荷がかかっていい運動になります。結構きます。きますか。最後は窓拭き、今窓拭きほとんど体に負荷がかかりませんよね、はいはい、ぜひですね、両手で雑巾を持っていただきます。はい、はい、こうですか、はい、その状態で少し膝を使いながら窓を大きく拭いてみましょう、はい、このようにちょっと工夫するだけでも運動強度がすごく上がると思います。はい、かなりきます。きますか。はい、とっても取り入れるにはいい方法だと思います。でもかなりきてます。それでは記憶能力を高めるように脳を使ってみましょう。今回はインターバル掃除です。まず片付け、掃除機、窓拭き、この3つを何分で行うかを設定します。例えば10分と設定したら、片付け2分、掃除機5分、窓拭き3分と割り振ります。その制限時間内で時間と効率を同時に考えながら掃除をしていきます。本を種類ごとにまとめて一気に片付けるなど、常にどうすれば早く終えることができるかを考えながら掃除をします。時計を確認しながら進めます。時間になったら終わっていなくても次に進みます。終わらなかった部分は覚えておいて最後に行います。こうすると多様な認知機能の要素を活用することになります。今回ご紹介した家の中でできる3つのコグニサイズ、生活の中でできる3つのコグニライフ、運動の効果は科学的な検証により実証されており、認知症の予防に役立つことが期待されています。ぜひ皆さんも日常生活に取り入れてみてはいかがですか。8